あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。じゃあ出発しよう。次は要塞エリアの 3かな。マネビトを連れて出発するか。おお、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キエーイ。ほい、行くぜ。出発出発。おいしょ。オッケー。はい、要塞エリアのアモス訓練所。何あれ。アイテムは弓やアームショット、空気壺。おお、バラバラやね。手に入る材料は銀の糸と古の金貨。古の金貨ってなんだ。でもとりあえずなんかここで銀の糸が手に入りそうな感じがする。何で行けばいいかな。大爆弾のままでいいかな。まあじゃあ大爆弾の服のままで行きます。アモス訓練場1。なんかすごい壮大な音楽。なんかこの、お、溶岩、まさかの溶、うえ、びっくりした。なに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 、え、なにこれ、え、え、なに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 、怖い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 。お、え、なんですかこれ。ちょい待ってちょい待ってちょい待って、なにこれ、え、動ける動ける、え、なにこれなにこれなにこれ、怖いんだけど、え、超怖いんだけど、なにこれ、どうやって降りるの、どうやって降りるのどうやって降りるの、どうやって降りるの、止まって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 、え、止まれないのこれ、もしかして、マジっすか、止まれないのこれ、え、一回乗ったらおしまい、え、めっちゃ怖いんだけど。だから私こういう乗り物、こういう乗り物嫌いなんだって。びっくりしたびっくりしたびっくりした、敵敵敵敵、こいつで倒せる。で、こいつ攻撃とか、あ、また、あ、剣が上からとりあえず使える。あれ、普通にダメージ受けたし、これ降りれないの、降りれないな。ねえ、降りるボタンないんだよね、これ。どうやるんだろう。マジで何もできんのだけど。え、なになになに、溶岩の中入ったんだけど。え、溶岩の中も移動できる系？あれは一体どうやって降りればいいのね。なにこれ。ね、なんかあるよ、マーク。あ、ここにもマークある。ってことは、あの場所に行けばいいってことかな。ちょっと待って。これを。これなんか微妙にしか動けんのよね。よいしょ。ここ？あ、降りれた。よかったー。怖かった、ちょっと。弓矢を手に入れた。ワイで矢を撃てるぞ。あ、そっか、弓矢やったんか。ってことは、コキリ族の服の方が良かったかな。コキリ族の服か、なんか溶岩があるけん。なんだっけ？ゴロンの服？どっちかが良かったかな。ゴロンの着ぐるみか。てか、あっち側にさ、なんかあったよね。ね、あっち側になんかあったよね。あれは、これでいかんといかんってことかな。乗れねえ。投げてもらわんといかんってことかな。ちょっと待ってね。乗せるから。ほい。怖い怖い怖い。とりあえずこれで乗れた。で、こいつ溶岩の中でも入っていけたけん。こいつで渡っていけばいいということだね。で、渡っ
渡っていけんじゃないか。あ、こっから階段か、これ。あ、なるほど。で、あ、あったあった。多分ね、これに乗ったら降りれるっていうことなんだと思う。ほら。あ、ごめん、乗った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 。違う違う違う。あ、敵いるし。これに乗ってたらとりあえず、強いっちゃ強い。うん、こんな感じだね。んで、なんだろう。なんかいろいろ。どうすればいいんだ？これに乗って、はっ、ルピー落ちてったし。え、でも一人だけこっち側に渡ってきてもさ、なんもできんくね？ねえ。なんもできんくね？これ、あれかな？二人トーテムでこっち来た方が良かったってことかな？ちょい、ちょい乗らしてくれい。乗れねえ。え、もしかして積んだ系ですか、これ。もしかして上から乗れる？とか。あ、乗れた乗れた、よかった。向こうに、こう渡ってくじゃん。渡ってって、ポイってやって。からの、空気壺。空気壺を手に入れた。Y でいろいろぶっ飛ばせー。ってことで、そこにいたらさ、ずっとあれ閉じたまんまなんだよね。うん。で、これで、向こう側に、こいつも渡らせて、で、アイテムを取ればいいんだよね。よいしょ。ほい。で、こいつは、これ、なんだっけ。アームショット。Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと？よし、これで3つとも揃った。けど、これでどうすればいいんだろう。とりあえず、ここを押して、で、もう1人もここを押して、あ、で、橋がかかる。橋がかかって、で、もう1人がこれで渡って、あれ。これでもう1人が渡っていけると。んで渡っていけて、これで、どうよ。とりあえずこういう感じでいて、うん、なるほどなるほど。で、こっからそれぞれ、どうだ、こういう、あー、これ角度難しいなね、角度超難しいんだけど。あ、降りちゃったし。こっちから狙う方が簡単かなっていう感じがする。で、こう。オッケー。開いた開いた。で、なんか、3人で押すとこがあるな。3人で、あれはなんだ？あ、あれもいるんじゃん。ちょっと待って。あれも持ってこないとダメだ。ってことだから、こう。よいしょ。これ移動なんか難しいんよね。呪いし。あとなんかずっとね、常に画面が上下しよるのもなんかね、すごい怖いんだ。よいしょ。お、トーテムになった。で、そっからの、こう。あ、違うよ、そこ。よいしょ。で、こうだ。オッケー。開いた開いた。で、進んでいけばよろしいと。これは置いてっていいんかな？多分。あ、ハートあるかな？ちょ、とりあえず。お、ない。ゴルピーゲット。アモス訓練所に、何やろ、あの乗り物がアモスって言うんかな、それともあの乗り物に乗るアモスっていうやつがおるんかな、よくわからんけど。そういえばなんか前に、なんか白くなった、なに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 、びっくりびっくりびっくり、怖い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 、あ、こいつら燃えてる燃えてる燃えてる、ちょっと待ってちょっと待って、炎、消す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 、
あー、びっくりした。怖い怖い怖い、もうやめてよ、ほんと恐ろしいわ、恐ろしいわ。ちょっと待って、ほっ、吹っ飛ばせい。これ一回炎消えたらもう復活せん感じやっけ、炎は。いやー、ちょい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 、追い回すのをやめてください、追い回すのをやめてください。吹っ飛ばない、吹っ飛んだ、よーし。あー、ダメだ、待って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 、吹っ飛んだじゃねえわ。はい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 、よいしょ。いやー、縦があるからダメだ。ちょっとそれでガードするのずるいよ。ほっ、ぶっ飛ばしてからの、からの、あ、いけなかった。よし、どうよ。あー、ダメ。ちょっととりあえずこの辺のやつ、にゃー、燃えた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 、混乱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 、うお。ちょっとこいつら先にやっつけとこうか。よいしょ、簡単にやっつけれそうなやつ。わあ、剣が当たっただけで燃えるというのはどういう仕組みなんだ。ちょっと待ってね。なあー、ダメ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 、こんなところでダメージを、こんなところでダメージを大量に受けるんだけど、ダメじゃんね。はい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 、これでダメダメ。え、今もしかしたら自分攻撃したってことね。なんかうって言ったよね、剣振り回してたら。何何何、何の音。これで、てかこれ、ちょっと待って、これ乗ろ、あ、乗ったら色がつくということかな、これは。てってってって、ダメだ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 、ちょっと待って、追い回さないで追い回さないで。あー、ちょっと待ってってば、ちょ、気づかれた気づかれた気づかれた。ほいほいほい、こっち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 だよ。そっか、あの上に乗っちゃったから降りたんだね。んで、これで行ったらあれだ、正面からでも、ちょ待って、向こう向いて。あー、でも降りちゃダメだよこれ。てか向こう向けないんだけど。おー、向けた向けた。あれだね、小回りが効かないから。あー、降りちゃった降りちゃった降りちゃった。はい、これで吹っ飛ばしてからのピシピシ。おー、いけたいけた。でも体力だいぶ減っちゃったんだけど。あれ、なんか最初のさ、ステージ1ではさ、あれに乗っててもなんか兵士からのダメージ受けたんだけど、違ったのか。それでダメージを受けたわけではなかったのか。おっと、乗れてなかったということかな。謎謎だ。とりあえず、あー、全回復は無理だったか。まあしょうがない、これでいこう。次ステージ3ね。アモス訓練所3。何あれ、てえ、何あれ、へえ、来い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 、敵敵か、マジですか。あれは使えないということ。いやー、恐ろしい。ちょっと待ってね、これはどう、何、戦うの、怖いって。いやー、これは戦うの、敵なの、ま、敵は敵なの、あ、戦うんだね。オッケーオッケー。あ、降りた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 、なに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 、え、爆弾、どういうことだ。で、これはどうすればいいんだろう。あれかな、え、あっこにもいる。なんかこの辺のな、なんかこういうのさ、あやー、ちょっと待って、
ああいうのってね、先にやっつけときたいよね。後からあそこに向かうの嫌だもん。いえ、ちょっと待って、びっくりした。渡ってくるか。もう他はいない？いないよね。オッケーオッケー。ってことで、ちょっと、これで渡ればいいのかな。ちょっと待って。これ、二人までしか乗れんよね。んで、これで、溶岩の中、通れるから。え？え、もしかしてこれいけるってこと？あ、いける、すげえ。強。もうこいつがいるからさ。これはダメなわけだね。おー、びっくりした。で、ここで降りれるんだ。んで、降りて、あの上に宝箱あるからちょっと取ってきて。お。よし。と、ハートゲット。ハートか。ハート1個しか多分減ってなかったんだよね。あの下に切り替えスイッチがあった。あ、そっか。ここはいけないとこなのね。オッケーオッケー。あれ？二人のまま進んでいくしかないってことかな。じゃあ、とりあえず乗せて。これは？遮れるの？お、落ちたんだけど。え、落ちてしまったんですが、ちょっとどうすればいいのこれ。これこれこれ、しかも、これ多分さ、ダメなパターンのやつだよね。ほら、絶対ダメなやつだよね。戻れないやつだよね、これ。ちょっとそういうの考えておいてくれないと。落ちようか、じゃあ。よかった。そういう復活方法はあるわけだね。オッケーオッケー。じゃあこれで、とりあえずあっちに落ちないように、これはダメージ受けない、受けない。すごい最強なんだけど。ね、最高、え？え？どういうこと？どうなったらダメージを受けるの？え、さっきまで遮ってたじゃん。ね。この辺ほら遮ってるよ。ここはなぜダメなの？二人ってことか。二人トーテムってことだ。ってことは、ちょっと待って、もう一人どこ行った？もう一人ここだ。ここだわ。二人トーテムのまま進んでいかなきゃダメなんだ。え、これ行けます？行けます？いやいやいや、いけねえ。どれぐらいのスピードで来てんの？一応いけるのかな？ちょっと待ってね。とりあえずこれが、あー。絶対いけなくないですか？絶対いけないよね、これ。あー。あそこで降りちゃダメってことか。多分。で、こういう感じでいるじゃん。こういう感じでいるんだけど、積んだよね。なんかパズル要素がすごいな。あれだ。あの、あれだよ。あの子さ、ここが要は通れないってわけじゃん。だから、こう、こうだ。こうしといて、ほら、鉄球が来る。うお、危ねえ。来なかったけど。来なかったけど。こういうことだ。それで渡しといてあげなきゃいけなかったんだ。あ、こう二段トーテムのまんまで進んでったら、あー、ダメ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 だ。ね。二段トーテムのまんまで進んでったら、あっこでダメージ受けちゃうから。とりあえず今これ一段でしょ？で、次ここ。で、次ここなんだけど。あー、ちょっと待って。ね、これで。
何やってんの、押して落としちゃったじゃん。ちょっと待ってね、これでとりあえずこう上がってきて、で、あの、よいしょ、最初のとこ、ここね、で行って次ここ遮って、うおっと、でここ切り替えて、ほんで、あの、この青い子が、あー、待って、危ないって。ちょ、止まってください。これで、うん、オッケー。で、ここ、二人が先にこう、抜けとくでしょ？抜けといて、ここ切り替えるのかな？んで、次に、ここを、ああ、もうダッシュ。もうダッシュで通っちゃったんだけど。ここ遮っていただかないと困るな。もういいや、ここ、おい。行って、こいつもここ行って、すごいご利用しだし、あと1しかないんだけど、はあ、これいるじゃん、これないとダメなんじゃん、無駄に体力減らしただけだった。で、これ何、なんでこれ上設定の、なんかあるの、なんもないじゃん。え、これどうすればいい、どういける、ちょっと待って、これ投げたら、え、あ、一応通り越せる、飛び越してもう一回こっちからやり直すしかないってことか。で、一応もう一人は渡ってってるからね、一人はもう渡っていってるから、これで、はい、ここ切り替えて、で、はい、これで行って、ほい、こっちだ、こっちも渡って、で、うおー、いけない。で、ここ、あ、ここ遮れないとこじゃない？またこっからか。ちょっと待ってね。いや、またないけど。どういう感じで行けばいいんだろう。あの下を通ればいいってことかな。ここを塞ぐ、そして通る、へい、切り替えて、はい、塞ぐ、通る、切り替え、んで、この中に落ちれば通れるってことかな。あ、通れて、これを切り替えたら登れねえ、ん？登ってこれないよ。あ、これで上がってこれたわけだ。上がってこれて、待って、止めといてください、ちょっと待って、止まった、これでね、これでいけるわけだ。 OK、 うん、OKOK で降りる、あ、一人向こう行っちゃった。ちょっと待って、あ、とりあえずこいつ復活してるから、あの、ハートが欲しいです、ハートを振らせてください。あー、ちょっと待って、連続でやらなかったら、あ、やったね、これで、これで上から落ちればいいということかな。こう言っとくでしょ、で、これでこういったら、あ、ほら、いけたってことで、この後このまんまこれで
行けば。おお、行けた、よかった。だがしかし、今からボスというのにもう妖精がいないんだ。アモス訓練場4。え、なんか敵も乗ってんだけど、これはあれですか、みんな乗る感じですか、一人一人にある感じですか。でも一人一人にあるということは、てかみんな呪いよね、みんな呪いから、まあ五分五分なんだが、五分五分なんだが、待って、怖いです、怖いです。てかその飛び道具やめようかって私も思ってんだけどね、飛び道具。ちょ、とりあえずよいしょ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 ね、これさ、素早く動けた方がさ有利じゃない、降りた方が良くないとかいうことはない。で、ちょっともう一人もさ、ちょ、もう一人ぐらいこう降りてさ、ちょい待ってね。で、こう、あ、もう一人そこにいるのね。で、これで、多分ね、二段じゃないといけないと思うから、これで、ほら、一人やっつけたよ。え、あれ自体も攻撃してくるの？で、次にこの剣のやつを、ほら、これで、で、だよ。よいしょ。呪いよ、呪いよ、君呪いよ。なんか、あの機械の上ですげえぐるぐる回ってんだけど。ほら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 、いけたんじゃない？まだいるの？ちょっと待とうか。え、しかも爆弾持ってんだけど。え、でも爆弾ってことは、私大爆弾の服着てるから、あの爆弾はさ、よいしょ。どう？聞くの？聞いたの？あ、とりあえずなんか一人やっつけたっぽかった、今。いい感じなんじゃない？ほら。どうよ。お、やったね。なんか三段の方やっつけたっぽい。からこれで、あと普通に、盾持ってんな、こいつ。でも素早さはこっちが上だからね。今ちょっと、何今の。超なまったよ。そんななまり方普段しないよ、私。こうさ、なんかちょっともう、もう一人もちょっと降りとこ、降りとこ？降りといて。で、こう降りとくじゃん。はい、後ろから。この辺？違うな。もうちょっとさ、こっちの方行っといて。で、こう、切り替えて、はい、後ろから。できねえし。振り返るの早くないっすか？どうよ。え、何それ？そういう攻撃あるの？今初めて知ったんだけど。マジっすか。んじゃ、ちょっと。ちょっと、違うよ。降りたいんだよ、私。これに乗りたいわけではなくって。よいしょ。ここからひょいって降りといて。とりあえずちょっとね。空気壺。空気壺で。え、空気壺効かないじゃん、こいつ。マジで気絶させれないんだけど。てい。てい。なんでだよ。んー、てかなー、なんだろうなー。ちょっと上でさ、くる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 回るのずりーだろ。剣届いてないよー。んーと、これはどうかなー。フックショットはどういう感じ？あ、盾取り上げれた。マジで？マジで？ちょっと待って、笑っちゃった。これでもう、あと、怖いもんないじゃん。ほら。
あ、待って、最後のこれ。イェイ、いけた。あー、よかった。マジで妖精ゼロでステージ4来てクリアしちゃった。イェーイ。え、あ、それぞれがこれに乗ってこなきゃいけないの？めんどくさ。じゃあとりあえず、はい、一人じゃないな。ポイッと。えい、じゃあ一人行きまーす。まず一人行きまーす。ほい。あっちのゴールを目指していって、あ、もう自動的にあっこに立ってる。あ、でも自動的にあっちに立ってるってことは、この宝箱が取れなくなっちゃうから。ね、先に取っとこう。お、100ルピー。初めて見たんだけど。よーし。これで到着。ね、だってこいつが来たら自動的にこう、しなかったわ、ゴール。はい。ほい、アモス訓練場。これ。イニシエの金貨を手に入れた。こんな時だけ1個のやつ。なんだっけ、なんとかの糸。まあ、イニシエの金貨いいんだけど、1個だけのやつだから。でも、あっちがあったらさ、私、剣が強くなるっていう服を作れたんだけど。まあ、アモス訓練場クリア。ねえ、ギリだったよ。よかった、よかった。あ、そういえばこの辺でいっぱい写真撮ったね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきます。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今回も結局大爆弾の服が活躍した気がする。